奴隷,奴隷王朝、奴隷王朝、奴隷王朝、またはマムルーク・スルターン・アサ、天社、は、北、インドを支配したデリー・スルターン・アサ最初のトルコ系、イスラーム王朝、1206年から1290年。首都はデリー。クトゥブッティーン・アイバク、シャムスッティーン・イルトゥトゥミッシュ、ギアースティーン・バルバンという三人の君主、スルターンの子孫たちが、相次いで支配した。 いずれもマムルークの出身であり、これを英語ではスレーブダイナスティと訳し、さらに日本語において奴隷王朝と訳した。ただし、マムルークを奴隷とするのは適切なわけではない。マムルークは奴隷ではなく解放奴隷である。イスラーム世界では奴隷を解放することは善行とされて盛んに行われ、解放された奴隷は元主人の忠実な家来となったため、 逆説的に忠実な家来を得るために奴隷を買い求めることが行われた。マムルークもその一つであり、騎馬民族がむしろ英達のために指定を奴隷商人に売り渡した経歴を持つ。そのため一般的な奴隷とは全く異なる存在である。奴隷王朝という語では誤解を招く恐れもあるので、同じくマムルーク出身者がエジプトシリアに建てた王朝が、 マムルーク朝と呼ばれているのに倣って、インドのマムルーク朝、モンルークダイナスティオブインドという呼び方も行われている。奴隷王朝の初代クトゥブティーンアイバクは、ゴール朝のシハーブティーンムハンマド、ムハンマドゴーリーに仕えて、北インドの征服事業を委ねられたマムルークの将軍であった。1206年のムハンマドの死後、 ゴールアサが後継者争いから解体に向かった時に、認知のデリーで自立したアイバクによって、ゴールアサの北、インド領を支配する政権として打ち立てられたのが、奴隷王朝ある。アイバクは一代で、デリーを中心に、北、インドに半島を広げ、首都デリーの建設を進めたが、1210年に、ポロ競技の最中に死去した。アイバクの死後、その子のアラームシャーが即位したが、 父のマムルークたちを投御する力がなかったために、マムルークの最有力者で、相曝の娘婿であったシャムスティーニ・イルトゥーミシュが即位する。イルトゥーミシュは、自身の同輩である相曝のマムルーク将軍たちを、移送して、ベンガルビハールパンジャーブまで領有して、奴隷王朝の北インド支配を確立した。またイルトゥーミシュは、軍事。 内政機構の整備やスルターン権力の強化を進め、奴隷王朝を安定政権に発展させることに成功する。イルトゥトゥミシュは、元マムルークではあっても、元々中央ユーラシアのトゥルク系遊牧民である、キプチャクの有力部族イルバディの遊牧貴族であったので、イルトゥトゥミシュの時代に40人、ジャハルガーニーと呼ばれる、イルバディ系のトゥルク系貴族集団が形成されて、 支配層となっていった。イルトゥトゥミッシュは、こうして、絶大な君主権を背景にするターンくらいの世襲制を実現したが、自らの後継者に人材を得ないことに悩み、娘のラズイヤを大いにつけることを決めた。はじめ貴族やウラマーたちは女王ならば、9月にできると考えて、イスラーム世界では、異例の女王の誕生を容認したが、 ラズイーヤは極めて優れた政治家で自ら権力を握る意欲を見せたために、イルトゥトゥミシュの死後、スルターンと貴族たちとの争いが深まった。1240年にラズイーヤが最終的に暗い追われた後、実権のないイルトゥトゥミシュの息子たちが次々に担ぎ出されるが、1266年にイルトゥトゥミシュのマムルーク出身の有力貴族、 キアースッティン・バルバンが自らスルターニーにつき、イルトゥトゥミシュケから王位を奪った。即位後もバルバンは、貴族の大一人者として振る舞いつつ、軍勢を改革して当時アフガニスタンに駐屯して、頻繁にインドに侵入してきていたモンゴル軍、モンゴルのインド侵攻を防ぐ一方、スパイ網を整備したり、スルターンの神聖化に努めるなど、軍主権のさらなる強化を推し進めた。 しかし、1287年にバルバンが死ぬと、貴族たちの推挙によって、まだ20歳前後の孫ムイズッティーン・カイクバードが、デリーで即位した。年はいするターンは、貴族たちを抑える力がなく、再び君主権が弱まったので、闘争や内乱が激化して、奴隷王朝の屋台骨を揺るがした。また、中力系の貴族ばかりが、政権の中枢を担うことに対し、非、中力系や、 ルク系ながら多系統の民族の根欠として扱われていたハルジー族の人々の不満が高まっていた。中央での出世を諦めたハルジーや非ルク系の人々はベンガルビハールパンジャーブなどの辺境で兵士として活躍しつつ次第に軍隊に浸透していた。このような状況を背景に台頭したハルジー族の長ジャラルッティン・ハルジーは二百九十年に カイクバードを殺害、自らスルタンに即位して、ハルジー町を開き、奴隷王朝は滅亡した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。